はい、早速ですね、最終節というところでね、まさかの最終節ね、毎年そういえばそうだったんですけど、あれ試合一斉開始なんですね、最後の試合はもう同じ日同じ時間にってことで、ということで一斉に開始で、まずアストンビラ対ブライトの方、こちらの方2-1でね、まあ、三笘選手も先発から外れて途中出場ですかね、後半ということになりましたけれども、まあなかなかちょっと限られた時間の中でね、まあ、やれることはやったのではないかなと。ただまあもう順位は決定してたんで消化試合的なところはあるんですけれども、まあ、ビラが最後意地を見せたなっていうような印象です。で、あと降格したチームとかね、そういったのももう出てるんですけれども、それはちょっと最後の方に順位確認のところで見ていきたいと思います。でこちらの方だとちょっと待って、もう見てっちゃおう。ビラの方が平均年齢 26.8 でブライト 24.7、 もう若いですよね。ファーガソン出すし、ブアーノロッテ出すし、エンシソもコロウィルもいるしで、もうとにかく若手で、こちらの方を見ていくと、まあ、ブライトンの方だと一番評価が高いのが、まあ、グロースでしたかね。で向こうの方はワトキンスとかも高いし、あ、ラムジーがトップでしたね、そういえば。で三笘選手はどうだったかなっていうと、まあ途中出場ながら 6.2 っていうところ、もうちょっとね、まあ、でもいつもより時間も限られてたってことで、結構積極的に仕掛けていたのかなと。ボールタッチも23、ただパス成功率はちょっと 76.9 と低めです。でシュートはまあなんと0と。でドリブル成功はただ3回中2回で、地上戦の方は7回中3回勝利したと。まあ、少ない時間というか交代直後ですかねに特に結構積極的に仕掛けて、ただ時間が経つにつれちょっと、まあ、どんどん消えていったような印象はあります。で一応ファウルも1回もらったと。で見ていくと、ここら辺か、左側がビラで右側がブライトンね。まあ、XG でも負けてるし、ただボール支配率の方ではまあ上回っていたと。まあ、遠視層とかの活躍というかね、三笘選手とはまた違った、まあ、持ち味で左サイドで、ウンダブとの見事な連携もありましたし、で、シュート数の方は12-8で、まあ、支配しながらもシュート数は負けた。で、枠内シュートでも負けて、枠外でも負けたと。で、コーナーキックは合格で、オフサイドはなんとブライトン6回も、まあ、ウンダブが結構そこ稼いじゃった部分もありましたけども、6回っていうのは珍しいですよね。で、ビラはなんと0で、ファール数ほぼ互角で、イエローカードは4枚、お互い4枚ずつ出たんで、意外、ちょっとね、荒れた試合にはなりました。で、ビッグチャンスの方は意外にもね、ブライトも3回は作ってたんですけども、まあ、それでも1点で、で、アストンビラの方は4回作っていたと。で、お互い決定機のミスはまあ2回、バーポストに当たるは ビラが2回あったか。で、ブライトンは0と。でパス数に関してもこれ珍しいですよね、両方とも低いっていう。こういう試合ってね、ましてやビラが281本しかパス出してないんで、そうなると反対側のチームは500、600ぐらい行くのは当たり前なんですけど、なんとブライトン自体も418と非常に少ないです。でパス成功率は 75% の 83% でブライトンで、ロングパスも 31% の 67% でブライトン。ちょっとねここは何とも言えないですけどね、ブライトンにしてはロングパスちょっと多かったかなと。でクロスに関しては 15% の 29%、 まあここは正直どっこいどっこい。でドリブルのところでは 79% の 58% で、アストンビラがかなり上回ってきた。でボールロストは、111の113で、まあ、ブライトンの方が上回ってしまったと。まあ攻めてる側なんでね、ボール支配率が高い中では、まあ、ボールロストでここまでしか差がなかったのはまずまずだったのではないかなと。ただ競り合いの勝利では57の46で、ビラ空中戦は、まあ、ほぼ互角で、タックル数もそうですね、意外にもほぼ互角で、ただインターセプトの方がね、まあ、守ってる側のビラが多くなるのは当然なんですけども、それでも13の3で、まあ、ブライトンはたったの3回しかインターセプトができなかったところで、守備の方がねうまくプレスはまらなかったのかなと。でクリアに関してもビラがたったの7回、守ってる側のビラがもっと増えてもいいんですけどね、しっかりでもエメリーになってからつなげるようになってきたと。逆にブライトンは倍近い13本のクリアってところで、まあ、ちょっとらしくない展開ではあったのかなと思います。で
あとゴールさんの方は今回見なくていいかな。他のところでもちょっと気になるっていうか、例えば、一応シティの試合もね、ちょっと、あ、でも、アーセナルの方が面白いかな。まあ、試合は見れなかったんですけれども、アーセナルね、まあ、5点も入ったっていうところで、まあ、これ、ただね、本当見ていくだけです。試合も見てないんで。シティとリバプールは実は前半後半に分けて見たりもしたんですけれども、ちょっとそこはなしにして、この試合は、あ、その前に誰が決めたかとか見たいかな。あれ、ここにうまく乗ってないかな。まあいいや。でもこの試合だと、ちょっと待って、ブレントフォードが、あ、じゃあこれアーセナルじゃなくなってる。アーセナルの方で、で、出場選手のところで見ると、アーセナルで一番評価が高かったのは、ジャカ、2点決めたんですね。いや、ちょっとレバークーゼン行きがね、ブンデスリーガ行きが噂される中で、濃厚っぽいですけど、その中で2点というのは、まあ、選別としては素晴らしいのかなと。で、さらにはディフェンダーのキビオルも、決めてるんですね。最後で決めた。で、ジェズスも決めた。で、ここ最近ちょっとね、調子が悪かったサカも決めたってところで、素晴らしいですね。で、ジャカの方を見ていくと、パス成功率 91.3。ボールタッチ数意外と少ないですね。途中交代、あ、そうか、したのか。にしてもちょっと少ないけど。で、地上戦は2-1、ボールロストたったの3回。クリア2回のタックル1と。まあでも、2ゴールっていうのが本当素晴らしいですね。で、ジェズスも決めてくれた。で、統計の方を見ていくと、まあ、この辺はね、XG は当然差が出ますよね。ただ、ボール支配率は意外にも五分五分だったんですね。ただ、シュート数はやっぱり14-6とアーセナルが圧倒。枠内シュートなんか8-0なんで、まあ、アーセナルが圧倒するのも納得かなと。ビッグチャンスも4-0ですし。で、パス成功率は、パスお互い400台と、これもまたちょっと意外ですね。アーセナルがもっと上回ってるかと思ったんですけど、まあ、ここも意外。ただ成功率の方でもほぼ互角。ロングパスもほぼほぼ互角かな。で、ドリブルの方もそこまで差がないし、ボールロストで回り差がない。面白いですね。これだけちょっとスタッツが似たところで、あ、ただタックル数で16-9と結構ここでアーセナルが上回りましたね。インターセプトもお互い2回しかない。ただクリア数はまあちょっと、ウルブスの方が、まあ、22回と多くなって、で、アーセナルが15回。ただスタッツはかなり似た中でこの 5-0 っていうのはびっくりですね。まあ、いかにアーセナルが効率的にチャンスメイクできてて、で、そういったチャンスの中で少ないっていうかの中で効率よく決めたかっていうのは際立った試合なのかなと思います。で、漢字の順位ですね。で、シティはね、なんとブレントフォードにシーズンダブルを食らうっていう、しかも久々じゃないですか、この勝ち点が8、優勝チームが89。今、もうここ数年ずっと90台でしたからね。100点っていう時もあったし。なので結構このシーズンに関してはその分、まあ、かなり競っていたというか、バチバチのシーズンだったなと。で、アーセナルは最後ね、勝ったことでちょっと泳げて84と。で、ユナイテッドも確か勝ってたかな。逆転して勝って75。なので、ここ逆転しちゃいましたね。ニューカッスルとユナイテッド。ニューカッスルはね、チェルシーに引き分けだったのかな。なので、まあ、お互いチャンピオンズリーグに出るのは決まってましたけど、リーグのこの3位か4位かで、まあ、放映権料の獲得金額が結構変わってくるらしいので、ちょっとニューカッスルはもったいないことをしたなと。で、リバプールは最後、確か、サウサンプトンとまさかの4対4のね、大激戦っていうところで、で、フィルミーノも決めたっていうところで、まあ、まずまずの結果で終わったのではないかなと。で、ブライトンは、まあ、ちょっとビラに負けてしまった。でも、ここはまあ、変わらず。で、トッテナムは、降格争いしてる、リーズだったかな。に勝って8位が確定。ブレントフォードもシティに勝ったけど、まあ、ここは順位は動かなかったのかな、9位。で、フラムだとか続いて、で、まさかのウルブスがね、まあ負けましたけど、そういえばいつの間にか13位まで来てたんだなと。なので、チェルシーとね、もう、そんなに変わらない、勝ち点差もそこまで大きな差が出なかったのか、最後。で、クリスタルパレスに、最後、かわされちゃったのかな。もともとだったか忘れましたけど。
で、ウエストハムの方は14位で、ボーンマス15位、フォレストも大丈夫で、でエバートンは最後勝ったのかな、ボーンマスに勝ったのかなっていうところで見事逃げ切って17位確定。そしてレスターとリーズ、まあ、レスターも最終節は勝ったんですけれども、エバートンも同じく勝ってしまったので、まあここを縮められずっていうところで、まさかのミラクルレスター。まあ岡崎選手がね、2部から上がったばっかりの、レスターに加入して昇格1年目で優勝っていうね、奇跡を成し遂げましたけど、何年前かな、もうそれ以来の、それ以来というかその一つ前か以来の、まあ、降格というか、非常に残念ですね。バーディーだとかね、まああとはね、他のチームに行っちゃいましたけど、カンテだとか、あとシティ・マフレズだとか、まあ次々にね有力な選手を輩出、まあ、しましたし、ちょっとね残念ですよね。でリーズ、ここもね、まあ監督交代とかいろいろあって、こう、まあ途中までここ数年ずっとね、ハードワークを繰り返してきたチームですけれども、なかなか怪我人が多くて機能しなかったりとかもあり、まあなんか大変かな、こっから2部から上がってくるの。なので、まあちょっととりあえずね、レスター、リーズ、サウサンプトンと、レスターはちょっと意外ですよね。本当に近年ね、トップ6争いとかも演じていたチームなので、非常に残念ではあると言いますか。まあでもこれがね、やっぱりプレミアリーグの競争率の高さなのでね、仕方ないですよね。で、次シティなんですけれども、試合の方が、確か FA カップが残ってるんですよね。6月3日の23時からっていうところで。ここはね、まあ、しっかり動画上げていきます。あとその前にもしかしたらね、一つぐらいプレミアリーグ関連のね、ニュースだとかそういったのを上げていきたいと思います。いや、ついにね、最終節終わって、まあ、三笘選手もね、まあ、記録途中からね、得点も止まってしまって結構足踏みはしてしまいましたけれども、まあ、最終節もやっぱり要所要所で、まあ、キレのある動きだとかね、まあ、素晴らしい縦へのなんだろう、ドリブル、久々にあの、なんていうんですかね、グイーンってあの大股で入っていくような感じ、スライドで、大きなスライドで入っていくような感じも見れましたし、まあ、あとは、そういうシュートはね、見れませんでしたけれども、ちょっと積極性とかは見れたんで、来シーズンどうなるか、まあ、監督もね、まあ、三笘選手に関しては残留、絶対するみたいなことも言ってますし、得点も、まあ、シーズン15点は取ってもらわないとっていうようなことも言ってるので、まあ、信頼度はね、非常に高いと思います。で、まあそんな中であと気になるのはやっぱりマークっていうか三笘対策がかなり、まあされてくるようになって、2人3人マークつくのが当たり前になってきたんで、そこからやっぱりかなり足踏みしてしまったというか、それをどう解決できるか、まあ三笘選手個人のなんだろう、ゴールへの意識だとか中への意識の問題もありますけれども、まあ 2,3 人マークに来てる時点で、あとはチームとしてどういう風に崩せるかとかね、そういったところもまた変化が求められるかと思いますので、まあ来シーズンのブライトンはその辺も注目したいなと。まああとは新戦力でね、噂されてる選手、誰だっけ、ドルトムントのダフードだとか、あとはまあベテランのね、リバプールのミルナあたりが濃厚とも言われてるんで、そのあたりとのまあ若手との融合、まあファーガソンだとかエンシソだとかブアノノットとか、その辺はさすがにまだチームに残ってくれると思うので、まあこういったところでのベテランと若手の融合で、中堅ぐらいのまあ三笘選手がまあどういうふうな立ち回りできるかとかね、いろいろ面白いところが、まあ戦力はマクアリスター解説ちょっと抜けるの濃厚っぽいような話は出てますけれども、まあそれでもね、ちょくちょく着々と、まあこの2人にすぐ追いつくような選手っていうのは出てこないと思いますけれども、ただまあそれでもそれなりにやれる選手、若手っていうのがねブライトンいますんで、なんとかそこら辺もね、なんとかっていうか、まあその辺も楽しみにねしながら来シーズン見れたらなと思います。あとはね、やっぱシティがね、3冠なるかっていうとこ、 FA カップ、そしてチャンピオンズリーグ、なんとかね残りの2つも獲得していただきたいなと。まあハーランドやデブライネも温存しましたし、まあその辺はかなりバッチリというか、逆にね
充実しすぎてて怖いってのあるんですけれども、ぜひねそっちのシティの試合とかもね皆さん見てもらえると嬉しいです。本当最終節までねここまでお付き合いしていただきありがとうございます。まあこのオフシーズン中もね動画上げていきますんでチェックしてもらえると嬉しいです。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。